ルイ・アンクタン、ルイス・アンキトン、1861年1月26日から1932年8月19日は、フランスの画家、ノルマンディー、ウール県のエトレパニーで生まれ、ルーアンの高校で学んだ。1882年に、パリに来て、レオン・ゴナのアトリエで学ぶ。その時にトゥールーズ・ロートレックと出会う。二人は後に、フェルナイ・コルモンのアトリエに移り、ファン・ゴッホ、 エミール・ベルナールと親交を結んだ。1887年頃、アンクタンとベルナールは、平坦な式面と黒く太い輪郭線を特徴とする、様式を開発する。批評家、エドアール・デュ・ジャルダンによって、クロワゾニスムと名付けられた、この様式は、ステンドグラスと、浮世絵にヒントを得たものだった。アンクタンのクロワゾニスム作品としては、クリシー大通り午後5時があり。 ファンゴッホはこの作品に着想を得て、夜のカフェテラスを描いたとされる。後にアンクタンは同時代の絵画動向に興味を失い、代わりにオールドマスターの方法を採用したため、一般には忘れられた存在となった。リナルドとアルミダなど1890年代半ば以降の作品は、特にルーベンスの影響を強く受けたグーイ画である。 晩年、ピーテル・パウル・ルーベンスに関する著作を執筆し1924年に出版された。ありがとうございます。